平面の敵は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第8シリーズ第9話。2014年10月18日に BBC1 で初放送された。脚本は、ジェイミー・マシソン、監督は、ダグラス・マッキノンが担当した。本作では、タイムマシン・ターディスが未知の力で縮小を始め、異星人のタイムトラベラー12代目ドクターが、内部に閉じ込められる。 現代のブリストルで立ち往生したドクターはクララ・オズワルドに原因の解明を求め、彼女は現地の落書きアーティストのリグシーと共に調査を開始する。やがて黒幕はボーンレスと呼ばれる二次元空間の種族であることが明らかになり、クララはドクターの役目を引き継いで侵略から人類を守ろうとする。 本作は批評家から肯定的にレビューされ、特にコールマンの演技が賞賛を受けた。台本の読み合わせは2014年5月19日に行われ、撮影は5月28日から6月18日にかけて行われた。ターディスの外側がドールハウスの大きさまで縮小するという展開は、4代目ドクターが内部に囚われたラガーパリスでも見られた。 放送当夜の視聴者数は460万人で、タイムシフト視聴者を合算すると671万人に上った。アップリーシエーションインデックスは85を記録した。アメリカ合衆国では75万人が視聴した。本作は肯定的にレビューされ、特にジェイミー・マシソンの脚本とジェナル・イーズ・コールマンの演技、及び怪物のユニークなデザインが賞賛された。 インデペンデント誌のニーラ、デブナスは、コールマンとピーター・カパルディの演技を称賛し、本作が、前話、は、オリエント急行のミイラよりも強力なエピソードであると、確信した。オリエント急行のミイラは、同じくマシソンが執筆したエピソードであったが、デブナスは CGI に批判的であった。イグンの、マットリズ・レイは本作を10点満点で8.3点と、評価し、 エピソードのコンセプトとコールマンの演技を称賛したが、ゲスト出演者を批判した。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは本作に賛否両論のレビューをしており、凸凹道だと形容をした。彼もゲスト出演者に批判的であり、キャラクターの性格に深みがないと述べた。しかし彼は CGI に肯定的であり、最近の記憶の中で番組に登場した中では、最も印象的で、 目立つものだと評価した。全体として彼は本作に欲しい中3つを与えた。デイリー・テレグラフのマイケル・ホーガンは、ゲスト出演者のクリストファー・フェアバンクを同じく、ゲスト出演者のジョビアン・ウェイドが凌駕していたと指摘した。彼はエピソードについて、突飛なほど独創的なアイデアがあり、スマートに実行された。スリリングで不穏な雰囲気を醸し出し、 最終的には満足のいくものだったと述べた。ガーディアン氏のダン・マーティンは、ジェイミー・マシソンの脚本について、チープなエピソードをどうするかのより効果的なデモンストレーションであると評価し、クララが、ますますドクターに似てきているとも主張した。ザ・エヴィ・クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作を B と評価し、長い、長い間に見たことのない熱い調子だと主張した。ウィルキンスは、 平面の敵は完璧ではないが、彼らの複雑な関係性が、久しぶりの方法で資料深い劇を余儀なくされたこと、以外の理由はないとしても、12代目ドクターとクララが、互いにどれだけ偉大な存在であったか、また彼らのペアが、番組にとってどれだけ偉大であったかを強調していると、述べて、レビューを締めくくった。ピアソンエデュケーションは2018年6月15日に、 ナンシー・テイラーによる英語学習者向けの本作の小説版を出版した。ありがとうございます。